くりしていてね。こんにちは。本日もゆっくり神社へようこそおいでくださいました。解説のゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。いつもご視聴ありがとうございます。最近少しずつですがチャンネル登録者様が増えたり、コメントをいただいたりとても嬉しい限りです。どんな形でもリアクションがあると本当に嬉しいんだぜ。今後とも引き続きご視聴いただけたら幸いです。さて、今回はサムネでもお分かりの通り、ご祭神様紹介シリーズです。今回紹介解説していく神様はこちら。天孫の道案内、猿田彦の神です。警視庁も交通安全の守護神として祀る神様だな。では、まずは名前からご紹介していきましょう。古事記と日本書紀での表記がこちらになります。神社のご由緒書によっては継承が異なる場合もあるようです。猿田彦の別称がこちらです。金星神や金星様として信仰されています。続いてご神格になります。まさに道案内の神様っていう感じのご神格なんだぜ。そして、猿田彦のご利益がこちらです。さすがは交通安全の神様として日本各地で祀られている神様だな。猿田彦を祀る神社は、日本各地に2000社以上あって、交通社会と言われる現代には欠かせない神様となっているわ。そして、猿田彦は猿とも天狗とも言われる異様な風貌をした神様で、日本書紀では鼻は120センチ、身の丈は200センチ以上あると記されていて、猿田彦を祀る神社の祭事では天狗の面をつけることも多いそうよ。確かに、絵巻の挿絵を見ても異様な見た目をしているよな。では、ここからはそんな不思議な猿田彦の逸話をご紹介していきましょう。ある時、猿田彦は高間ヶ原からやってくる天孫ニニギの一行を迎えるため天野や巷へ出向きました。そこへ、ニニギの一行が現れるのですが、猿田彦の異様な風貌を見て怪しまれてしまいます。ニニギは随行していた雨のうずめに素性を問いただすよう命じます。雨のうずめが何者かを問うと、猿田彦は天孫の道案内のために帰宅につかみであると答えると、旅の先導を許され、日向の高千穂まで一行を導きました。そして後に、猿田彦は雨のうずめと結婚します。だからご利益に縁結びが入っているんだよな。そうね。ご祭神様として夫婦で祀っている神社もあるのよね。では、次の逸話に行ってみましょう。ここでは、ご神格の中にある太陽神とされる側面の逸話をご紹介します。猿田彦は、古事記においては上は高間ヶ原、下は芦原の中津国を照らす神と記され、日本書紀においてはその目は八田の鏡のごとく輝くと記されています。八田の鏡は、太陽神として有名な天照の依代とされている三種の神器の一つで、それと同等の輝きを持つ神様であることから、古来より特に伊勢地方で太陽神として猿田彦が信仰の対象となっているようです。確かに、天まで届き大地を照らすほどの輝きを持っていれば太陽神として信仰されるのも納得なんだぜ。光は暗闇を照らし、導きを与えてくれるから導きの神とも合致しているのよね。では、最後に紹介する逸話に行ってみましょう。ここからは、民間信仰と結びつき、猿田彦がどのように崇敬されているのか紹介しましょう。猿田彦は道案内の神様としての側面から、道祖神として広く親しまれるようになります。道祖神とは、基本的には邪霊を防ぐ神様で、そのことから塞ぎの神や境の神とされています。そして、境界を示す神様であるのと同時に、通行の安全を守る面もあり道の神のご神格を持つ猿田彦と結びついたと考えられています。道祖神として露旗に祀られるようになると、江戸時代中期頃からは光神様としても呼ばれ信仰をさらに広めていくわ。光神様は仏教のもので、光神の名前にある江戸の猿と猿田彦の猿という共通性から、神仏集合時に同一とされるようになったみたいね。なるほどな。有名な神様は神仏集合の時にも信仰を深め、各地で祀られるようになることが多いよな。また、天狗のような風貌から男性のシンボルとも考えられ、金星様としても信仰されるようになり、縁結びや出産、性病治癒のご利益もあり、椿大明神や金星大明神の名でも崇敬を集めているようね。
以上が猿田彦の逸話だったけど、どうだったかしら？異様ないでたちでありながらも、民間信仰との結びつきで広く信仰され、道や導きを司る神様として確立していったのは、その魅力的な性格や御利益の賜物だな。そうよね。しっかりと天孫一行の道案内を成し遂げ、アメノウズメと結婚もしているんだけど、その後実は大きな車庫外に挟まれて海に引き込まれて亡くなってしまうのよ。その際、海に沈みゆく猿田彦が吐いた息の泡から見柱の神を生み出してもいるのよ。このことにちなんでか、三重県伊勢市にある二見興玉神社では猿田彦を祀るとともに、大車庫外が置かれているそうよ。なんか、最後まで不思議な神様なんだぜ。やっぱり、神様の逸話や性格を知るととても興味が湧いてくるわね。そうだな。これからもいろんな神様のことを皆様と一緒に知っていきたいぜ。引き続きコメントやリクエストも受け付けているから、ご祭神様の名前がわからなくても、この神社のご祭神様が知りたいとかあれば、調べて紹介解説したいと思います。チャンネル登録や高評価ももらえると嬉しいのぜ。それでは、また次回お会いしましょう。最後までご視聴、ありがとうございました。